寄せて、でお汁をかけておくと味が適度に染みてふんわりしてきます。うん、タコとねかぼちゃって案外合うんだよ。でかぼちゃを炊くときはいりこだしか煮干しの頭と腹わたを取って、あのティーストレーナーに入れて煮干しだしで炊くのが一番合うと思います。で最後にみりんとお酒と醤油で味付けするんだけど、今日はみりんがなかったからお砂糖、みりん大さじ1に対してお砂糖小さじ1ぐらいがみりんの代用品になります。でね、お酒をね大さじ1入れるの。だから大さじ1とお砂糖小さじ1がみりん大さじ1の代用になります。他にはねメープルシロップちょっと小さじ1、みりんの代わりに入れても十分。